洗浄力が十分高くて拭き残りしにくくて、もし拭き残りがあったとしても安心できるものというものがあれば一番理想的ですよね。実はですね、そのような洗剤があるんですよ。今回はコメント欄に届いたご質問にお答えしていきます。ではいきます。ペットがいる場合、あまり強い洗剤だと怖いなと思っていますが、いいものがありますかというご質問です。洗剤で強い洗剤というとどういうものなのかというと、言い方を変えると洗浄力が高いということになると思うんですよね。ただ室内でペットを飼っているとやっぱり室内が汚れますよね。いろんな汚れがつきますよね。よだれの汚れとか、あとはおしっこの汚れとかもついたりしますし、あと匂いもつきますよね。なので普通に生活しているよりもペットを飼っていると頑固な汚れがつきやすいですし、たくさん汚れがつくということなので、普通のですね拭き掃除用の洗剤ではしっかり落とすことができなかったり、落としきれたとしても掃除の時間が結構かかってしまうなんていうことも考えられたりしますよね。洗浄力が高いという洗剤は言い換えれば危険度も高いということになりますから、洗剤選びが難しいところですよね。洗浄力が十分高くて拭き残りしにくくて、もし拭き残りがあったとしてでも安心できるものというものがあれば一番理想的ですよね。実はですね、そのような洗剤があるんですよ。それがですね、こちらシャボンのアブクです。はい、これはですね私が作った洗剤です。まずこれはどんなものなのかというと、無添加の水石鹸なんですよ。炭酸カリウムと言われるアルカリ剤を入れてアルカリ度を高めているんですよね。アルカリ電解水ほどですね pH が高くないんですよ。かといって洗浄力は結構強くてですね、アルカリ電解水に負けないぐらい、もしくはそれ以上の強さがあるんですよね。なんで pH がそんなに高くないのにそれほどよく落ちるのかというとですね、理由はアルカリの働きと界面活性剤の働き、この2つの働きで汚れを落とすことができるからなんですよ。なのであくまでも拭き残りがしにくいというところと、もし拭き残りがあったとしても中和されて無害なものに変わるから安全ですよというところであって、このシャボンのアブク自体が安全かというと、それはですねホームリセットとか歌丸クリーナーと比べるとこっちの方が全然強いですね。それはアルカリ度が高いからということになりますが、そういったですね拭き残りしにくい、しても安心できるというメリットと、物自体の安全性は高いけれども拭き残りのリスクがあるというところをこう比べた場合に、私はこっちの方がいいのかなと思ってこの洗剤を作ったんですよね。もともとは小さなお子さんがいるお家の拭き掃除用洗剤として作ったんですけれども、ペットがいるお家でもですね、十分お勧めできる拭き掃除用の洗剤となっております。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。